はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はちょっと面白い動画を作りました。これは僕がいつも DTM とかの解説動画を作っている時に、やはり一番のネックは英語なんですね。そして PDF で英語のマニュアルがあった時は、サイトにはこんな便利なサイトがありまして、例えば僕がよく使っているサイトというのは、このように PDF をこちらにドラッグすると、それが自動的に翻訳して、そしてここで言語を抽出してくれて、そして日本語に直してダウンロードしてくれます。それならその方法が一番便利なんですけれども、今日はちょっと難問が降りかかっております。このように PDF のマニュアルなんですけれども、全てが画像なんですね。画像ですから、それを認識させるのがとっても不便で、そしてこれが黒バッグに薄い、いわゆる水色の文字で書かれてるわけです。僕は本格翻訳というソフトも持ってたりするんですけれども、 OCR、 いわゆる文字読み取りというソフトでやっても、なかなかこんな風なのが取れなくって困ってたら、無料のウェブサイトで OCR のソフトがあるのが分かりましたので、それを使ってやっています。どのようにするかと言いましたら、この部分をスクリーンショット撮ります。なるべく文字が大きい方がいいので、このように拡大をしたりして、こんな感じにやります。そしてそれをこのようにスクリーンショットを撮ります。スクリーンショットのソフトも便利なものを持っていまして、このようにスクリーンのショットの履歴が簡単に残ってくれるようなソフトです。そしてこれをウェブサイトで見てみます。 EasyOCR というこういうサイトがあります。また概要欄にも貼っておきますので、そしてここで今のファイルをドラッグ&ドロップします。はい、このようにできましたね。そしてまあ範囲を選択します。はい、このようにして実行をすると、はい、この画面の下の方にテキストが現れてくれまして、そしてこれをコピーします。今度は Google の翻訳に頼ります。ここに今のテキストを貼り付けますと、このように日本語になります。これをコピーしまして、メモ帳に貼り付けていきます。今入っているのは、先ほどからもう進めておりまして、一つ一つの解説についてはこれを読んでいくということになります。このようにして次は4つ目を選択します。もう一度見ていてください。このように PDF を見ます。そして次のセクションに移ります。これが次のセクションの説明書です。これをスクリーンショット撮ります。はい、これが撮りました。そして先ほどもこれが後ろに回ってしまいましたよね。当たり前の話ですが、そういうのも便利にできるツールがありまして、ポーズというソフトを押すと、これがサイレン面になって後ろに隠れなくなります。じゃあこの状態でもう一度こうしてここにドラッグします。範囲を指定します。
そして実行をします。そしたらテキストができます。これをコピります。そして翻訳ソフトに持って行ってこのようにします。そしてここでコピーを取ります。メモ帳に移ります。はい、こんな形で翻訳をしながら皆さんになるべく嘘は言わないように頑張ってプラグインの動画などを作っています。それでもこの間、大好きなユージャムのアイアンというロックギターのプラグインを解説した時にアイアンをアイロンと呼んでて YouTube にも2人ぐらいから指摘がありました。アイロンも日本語用では間違いでもないんでしょうけれども、皆さんに大恥をかきましていかに英語力がないかというようなことでこれからも間違いのないようにと思ってこのような形でやっています。涙ぐましいような努力をしていますので皆さんもせっかく作った動画を有効に使ってより楽しい DTM ライフをやってみてください。村長でした。